そっちゃってエビ始まるよ。みなさんこんにちは、パソチャ TV へようこそ。今回は複数ある図形を一つにまとめるグループ化という機能と、複数の図形を同時に選択ができる簡単な方法も合わせてご紹介いたします。こちらには四角形や丸など図形を使って地図をご用意いたしました。クリックをするとこのように一つ一つ選択ができる状態です。例えばこちらの地図を少し右へ移動したいと思った場合、このようにバラバラの状態の時は一つ一つ図形を動かして右にずらすか、図形を同時に選択できる機能としてキーボードにあるコントロールキーを押しながらクリックをして選択をするという方法があります。ただコントロールキーを押しながら選択をするという機能は、たくさん図形があった場合一つ一つ選択していくのは少し大変です。そんな時は簡単に同時に選択ができる方法があります。それでは操作をしていきます。ホームタブにあります右側の選択というボタンをクリックします。一覧の中からオブジェクトの選択をクリックします。クリックすると特に画面は変わっていませんが、マウスの左ボタンを押したままドラッグするとこのように灰色の枠が出る状態になります。この枠線を複数の図形を囲むように大きくドラッグすることで同時に図形を選択することができます。それでは操作をしていきます。図形のだいたい左上この辺りから大きく右下へドラッグしてあげます。このように複数の図形を大きく囲むようにドラッグしてあげます。例えば少しでもドラッグができてないと同時に選択ができないので注意をしてください。大きく囲むように選択ができましたら一度マウスは離します。するとこのように同時に図形を選択することができます。この状態で上にある図形の書式の右側にあるグループ化というボタンをクリックします。さらに下にあるグループ化をクリックします。クリックすると複数選択だった状態のものがこのように大きく一つの枠線に変わります。これでたくさんあった図形が一つにまとまりました。この状態のことをグループ化と言います。この状態で図形の上や枠線の上でマウスの左ボタンを押したままずらしていくことで同時に動かすことができます。グループ化した後は例えば個別で大きさを変えたり色を変えたりという修正がしたいなと思う時もあると思います。グループ化した後も個別で変更することも可能です。一度選択解除します。個別で変えたい時はまず図形をクリックして、一度はこのように一つの枠線が出てきますが変えたい図形を選択します。するとこのように個別で図形を選択することができます。この状態で図形を動かしたり大きさを変えたり色を変えたりなど個別の設定を行うこともできます。グループ化はいつでも解除することができまして、解除の方法は先ほど押した
このグループ化をクリックしますと、グループ解除というボタンがあります。これを押していただくと、このように一つにまとまっていた図形が、バラバラの状態に戻ります。今回は図形を使って、オブジェクトの選択と、グループ化という機能を行いました。これは図形だけではなくて、写真やイラストなども同じような操作ができます。とても便利な機能になりますので、ぜひ使ってみてください。今回の動画は以上となります。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。嬉しい、楽しい、アソチャテレビ。また見てね。